しいルーティンみたいな、ね、森本さん、ちょっと井口も何かこう存在感を、ね、見せていこうという。当たり OK ぐらいの気持ちですよね。もうバファローズも優勝がかかってる。そして増田直也、例によって集中。バットが出かかりましたが、増田シンカー、おっとバランス崩した、ファール。足を上げた時にちょっとピッチャーの増田がバランスを崩しました。取り戻せるかということになります。今のは増田、この増田のちょっとこうタイミングをこれ変えてるんですね、またね。ちょっと今ふらついた感もあったんですけども、こういうところも含めてね、何かこう、まあ、気持ちの余裕というかね。そうですね。でもまあ魅力ですよね。そうですね。やっぱり力力というのは魅力ですよね。肩っていうのは強くなるんですか、地肩を強くするってどうなんですか、野手として。なかなかこう強くしようと思ってなるもんではないので、ね、やっぱ持っているからね、はい、そうですね、運動能力と一緒で、まあ、先ほど渡辺俊介さんのようないわゆる南東派アンダースローの方がいいんじゃないかというふうに鶴岡さんもおっしゃいましたけれども、はい、まあ、鈴木はそっちの方が合いそうということですか。なんかあの、腕のしなりとか下半身のこの柔らかさとか見てたら、まあ、牧田選手というよりはやっぱり渡辺俊介さんの方が近いかなって感じがありますね。なるほどね。もうこのアンダースローのポイントはこれ球の速さ、外のボール、バットが出ました。佐藤龍生三振、ツーアウト。さあ、ツーアウト満塁、チャンスが続いています。最後はスライダー、もっと、ね、プレートから離れたところに制球。ボールをシュート回転させないような、はいはい、投げ方なんを意識していると思うんですけどね。浅村はショートゴロ、秋吉投手はどちらかというとこう、はい、シュート回転させる、うん、わざとさせたり、ね、プロもされた時期ありましたけど、右肘とか右肩を痛めたりしましたから ね、だけどその中でこの年齢まで頑張ってね、はい、味のあるピッチング、空振りの三振、この辺りもね、はい、やっぱりチームにとってはこの1イニングとかつないでもらうにはもう欠かせないピッチャーの一人でしょうね。三振、最後147キロ、7回を投げ終わりました坂東です。この回1点取られましたが5対2です。